さあそれでは盛り上がっていきましょう。続いてのアーティストはジュリアナのタタリ、どうぞ。上野の皆様こんにちは。我々がビートたけし命名ジュリアナのタタリ。それでは上野でパンダ集結祭最終日みんなで祈って、明日が思い出一つ描き出しちゃおう。
最終日1回目ですけれども、というわけで本日もたくさんのご来場ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。すごいです。本日も大盛況大盛り上がりでございますけども、はい、はい、まあでもやっぱさ、一番盛り上がってたのは変面パフォーマー、はい、今日もね、すごかったですよね、うん、いやもう中国からね、うん、わざわざ来て、あれ、ね、資格とかいるらしいですよ。そうなんですか。変面パフォーマンス見たよって人いますか。変面パフォーマンス見たよって人、まあ、たくさんいますね。あ、すごかったですよね。どうやって変わってんすかね、顔ね。ねえ、あれ不思議だよね。不思議だね、うん、まあね、あれすげえなと思って俺も、はい、俺らもぜひできるようになったらいいな。そう、あれぐらい沸かせたいですよね、ね、うん、2日前に思い立ってですね、はい、ちょっとできるようになっちゃったんですよ。そんな資格とかいらないの。資格とかオリジナル、オリジナルのオリジナルの種で天然パフォーマンスをね、我々習得しましたんで、お、まあ、そちらの方も合わせて本日盛り上がっていきたいと思いますので、はい、お願いします。ね、楽しんでいきましょう。今日ね、撮影可能でございますので、ぜひですね、はいはい、動画撮って、たくさんね、SNS で、ハッシュタグジュリアのたたりつけてですね、広めていただきたいなと思います。はい。はい、後ろの方がですね、大変混雑し始めましたので、ちょっと皆さん、一歩ずつ前、進めていただけると、ちょっとだけね、余裕ができると思いますんでね、はい、ぜひぜひ皆さんで、ギュッとなって楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、後ろの方の人ね、後ろのここの撮影エリア前はもうちょっと空いてますからね、はい、ぜひ進めてください。よろしくお願いします。カメラ持ってない方は前まで来てくださいね、はい、はい、いっぱい一緒に騒いで、最終日楽しんでいきましょう。はい、お願いします。さあ、ということでですね、上のこの最後の鳥の時間も我々ありますけれども、はい、そこに向けて、はい、最終日盛り上がっていきたいと思います。まだまだいけるか、上野。今日は新たなパフォーマンス、変面パンツパフォーマンス。
皆さん、お時間終了5分前となってますけど、延長の方どうなさいますか。ラスト1曲盛り上がっていこうか、上野。
ジュリアナのタタリですけれども、はい、というわけでね、我々今日ですね、最後にも、ライブの方を出演させていただきますのでね、どうかね、最後まで残っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてね、今日今ね撮っていただいた動画やね、写真とかはね、もうジュリアナのたたり、ハッシュタグジュリアナのたたりをつけてです、ぜひですね、拡散していただきたいなと思います。ビートたけしさんに、名前をつけていただいて、なんと9周年を迎えます。やったー。はい、そんな9周年の今年はですね、3月からですね、なんと9周年9ヶ月連続、9円あげちゃうワンマンライブを開催いたします。やったー。来場者全員に9円差し上げるバブリーなイベントとなっておりますので、詳しくは、公式 Twitter 公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてこの後ですね、はいはい、すぐグッズ販売の方もございます。本日ですね、皆様から向かって左手の A ブースの方で、グッズ販売行います。ジュリアナのたたり今日初めて見たよという方はですね、公式 LINE の方フォローしていただきますと1枚無料で一度ボーカル2人と写真撮れますので、ぜひね、記念に撮っていってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、我々、上野のこの春節祭の期間というか、上野でシリーズの期間中、この公演でライブやってる期間中、はい、グッズ販売の特別セールやってます。こちらはですね、今ちらほら着てるピンクの T シャツありますね。ありますね、ピンクの T シャツで、後ろ後輩が着てるこのタタリって書いてあるのと、はい、バーバリーのパクリみたいなバブリーって書いてあるね、間違える、一瞬バーバリーに見えますからこれはなんと、1枚2000円で販売してるんですけれども、上野の期間中だけ、ただでさえ安いんですけれども、上野の期間中だけ、なんと2枚で3000円で販売します。なんでね、ぜひぜひ今年の夏用にバーバリーのパクリ買ってってください。よろしくお願いします。はい、それとですね、さらに、我々ですね、最近グッズで新しいペンライト、ペンライト出しました。このペンライト、はい、これおよそ6色ぐらいに光ります。およそ6色、7か8かもしれない、だいたい6色以上に光りますので、このペンライトはですね、1本3000円で販売してるんですけども、普段は、はい、この上野の期間中だけ、なんと2本で3000円で販売します。なんでね、はい、およそ6か7色に光りますんで、はい、別にたたり推しじゃないよって人もですね、他のアイドルでも使えますんで、ぜひ使ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、夜最後のステージありますんでね、はい、ぜひぜひお時間ある方は遊びに来てください、はい、そしてね、最後出てくれた後輩のみんな、ありがとう、ありがとうございました。夜はさ、もっとみんなでやるだよね、はい、大人数でね、なんで出演者のアイドルのファンの方、はい、これからね、はい、アイドルさん出て、うん、グッズ販売とか行くと思うんですよ、うん、たたりのバブリー革命の時間だけ、うん、サブスク形式というか、無料で出入り自由にしますんで、ぜひ進めておいてください。よろしくお願いします。みんなの進出伝えといてね。はい、はい、ということでですね、そんなこんなで夜の出番まで、はい、皆さん酒飲んだり飯食ったりして楽しんでください、ね、ありがとうございました。ジュリアナのたたりでした。せーの、バブリー、ありがとうございました。